ポーツセンターがお送りするスポーツ情報。今回はパラクライミングをお伝えします。クライミングは手足を使い、登る方向を目で確認しながらホールドといわれる取っかかりをつかんで壁を登っていきます。目が見えなくても、体の動きに制限があっても、壁にチャレンジすることはできるんです。このように視覚障害や身体機能障害のある方が挑戦するクライミング競技をパラクライミングと呼びます。今回は障害に応じたクライミングの様子をご紹介します。まずは視覚に障害のある方のクライミングです。視覚の障害には個人差がありますが、直接ホールドの位置や形を確認することが難しいので、サイトガイドと呼ばれるナビゲーターにホールドの位置や形を教えてもらいながら登ります。それでは江尻由美選手に登っていただきます。江尻選手は生まれつき視力が弱く、常にすりガラスを通して見ているような見え方をしているそうです。ご主人に誘われたことをきっかけにクライミングを始め、現在は日本代表選手として活躍されています。あくまで登るのはクライマー。サイトガイドはクライマーが見えないことやできないことを声をかけることで補います。そう、それそれで、左の、そう、それ、うん、使ってしっかりシェイクして、右足上げてで、次は一時通る、そうで、左足上げちゃおう、そうで、12時次は身体機能に障害のある方のクライミングです。身体機能の障害には手足の欠損や受動的な関節可動域の障害など、さまざまな障害のある方が挑戦しています。それでは、平井亮太選手に登っていただきます。平井選手は、27歳の時難病を発症し、30歳から車椅子生活を送っています。いくつかの車椅子スポーツを経験する中で、クライミングに出会い、現在は、日本代表選手として活躍されています。平井さんに登り方を伺いました。自分たちの車椅子クラスで腕だけで登るんですけど、まあ、基本は右手左手、まあ、順番に登っていくんですけど、まあ、そのルートによっては右手行って、さらに右手を隣に送ってっていう登り方もあったり、まあ、あと疲れてきたり、まだ経験が浅い時などはやっぱ1個の場所を両手で掴んでグッて引き寄せて次の手を出すっていう、まあ、マッチっていうんですけど、そういう登り方が疲れてきた時とか最初初心者の方はやると登りやすいと思います。平井選手に始めたきっかけなどお話を伺いました。車椅子のパラクライマーの方から誘われて一度やってみたら魅了されました。挑戦と失敗と成功を繰り返し体験でき、小さな成功を積み重ねることによって自分を信じれるようになれると思います。自分がどこまで登れるか、自分の限界を超えれるかこそが大事なので、練習の時や大会でもライバル関係なくみんなが応援し合ってるのもこのスポーツの魅力です。諦めずにやっていけば自分を超え続けることができると思います。スポーツを楽しみたい、新しいことにチャレンジしたい、どんな理由でもいいのでやってみたいという気持ちがあるなら全力で挑戦して全力で楽しんでほしいと思います。競技としてのパラクライミングでは障害に応じたクラス分けが行われています。ボリューム2ではそのクラス分けについてご紹介します。かなちゃん TV チャンネル登録よろしくお願いします。